桜が綺麗に咲いてます。さらに青空になりました。綺麗なグランド。今日は日曜だから何かするんでしょうね。大島石は有名です。お城みたいな建物、石文化伝承館です。さあ見せてもらいましょう。面白い模様です。大島石はこうやって運んでたんですね。いろんな種類の石が展示してあります。面白い花崗岩。木の化石。大島ではあちこちで採石されてるそうです。村上さんの埴輪が展示されてます。見ていて楽しいです。ありがとうございました。瀬戸内海です。波があります。海がきらめいてます。波音激しいですね。そして村上水軍本拠地の野島。観光船。桜が咲いてますね。私も上陸したいのですが、船音がまだ聞こえます。野島を眺めました。Thank you.
学校のそばです。泊地区、ここは小学校跡なんですね。海峡大橋が見えてますね。造船所があります。穏やかな波、桜が咲いてる季節です。お大師さんのおる島、四国霊場公園です。花の季節、たくさん咲いてます。あっちにソフトクリーム屋さん、バラの花はこれからですね。吉海バラ公園、花が咲いてる時に見たいですね。早咲きどっかないかな。遊歩道にバラが咲いてます。新芽が綺麗ですよ。桜が咲いてる公園です。
大島の山、バラのミュージアム、
県道49号線。海を眺めてます。来島海峡大橋、今治の方です。車も見えますね。ほんと長い橋です。自転車道が見えます。海の色は緑色。